所に人が残っているようですと。火災発生とかね、7階の王子さんの机付近から火災発生とか個人名で。今日でもあれ流れて、福岡はなかったですよね。半蔵門流れた、流れた、福岡も流れたって。福岡も流れたの、登録してる人流れた。避難訓練のじゃなくて、メールのやつ、メールが来たんですか、うん、メールしか知らない。あ、そうか、避難訓練、私いなかった。こちら防災センターです。シャクリラホテル行っちゃったけど、避難訓練集まり悪そう、半蔵門。誰もモンゴルは席立たなかった。そうだね、みんなね、寒いしみたいな。そう、なんか確かに乗り悪いよね。7階から階段乗れるの買ったりし、エレベーターなんだ、乗り悪いんだろう、みんな。乗り悪いんですよ、うちらだけだもんね、なんかね。やっぱりみんな冷めてる。ちょっとだけ上げていい？潰しちゃうぐらいボーカthank you.
そらく。
すぐ入れる。喋ないと40分もないかもしれない。何分かんと飲みそうな気がするけどね。ゆうこには何かマイク立てる。コーラスも MC もやんないから。じゃあ3人で喋るか。私も喋るの。うん。すごい喋っちゃうよ。ボーカルメインで。ボーカルメインで。たまにこう入れる感じで。うん、thank you.
てしまいました。もう MC だ。このバンドを始めて約2ヶ月。来る日も来る日も雨の日も雪の日も練習してきました。4曲が限界でした。そのね、足りない部分は喋りでカバーしようと思いましたけど。喋り楽しんでいただけましたでしょうか。我々リシモン軽音楽部の最初のバンドでございますので、我々も非常に緊張しておりまして。その顔、このおりんちゃんのこの顔。まさかその普通のなんか会議みたいな話し方するのかなみたいな。いや、スパークでさ。I ready to spark 先ほど、あれ、Are you ready to spark? 埼玉バージョンのやつでさ、埼玉 I ready to spark! あれ、六本木ギロッポンって言えばいいの。いや、今のはちょっとユーゴリンの風邪みたいな。六本木 I ready to spark! でもさ、それは僕が見たんじゃない。六本木とか言っちゃうの最初に。もう関係ないよね、だってね。ステージに上がれば、ステージ上がったらノリでカバーするしかないよ、もうごまかして。どこでですか。六本木とか言ってた。I Ready to Spark の時にベースの人が最後まで叫ぶんですよ。ヒーセが、うん、私が叫んでも面白くないので。じゃあライブ見ておきますね。じゃあ最後の曲です。楽園。
最後の曲を今はコード弾きにしたんだけども、あのレコードは、あのペース、あの僕だった。みんなこう一回こう真ん中集まってこの曲やろう。あ、そう、わしらしいな。西門の人たちは我々ですよね。軽音楽。それでこうあのね、内緒話するふりして。ジャムとか言ったらどうするの？え？ジャムって言われたら出だしだけ練習しときましょうか。出だしだけ。ちょっと弾けないわみたいな。出だしだけやって。ジャンって入ったらちょっとって。ボーカルからいや歌詞知らねえしみたいな。無理でしょ。リハーサルやんないといいんだ。リハーサルやんないといいんだ。ちょっとわざとらしくなっちゃうかもしれないね。棒読みのセリフで違うだろうとか、それ違うだろうやろうとしてるでしょ。
番のチャージサビからいきましょうか。はい、2番太陽が燃えているとか2番じゃないか、サビ。はい、太陽が燃えている楽園やって、はい、太陽やりましょうか。
iPad 楽ですよ。これだけですこれ。10分ぐらいかけるとかね。
着替えちゃってさ、なんか作っちゃってさ、深くみんな T シャツに着替えちゃって着替えてタオルかけてさそうで、これもう打ち合わせしながらさ、一回首とか振ったりしてさそうか、それ違うんだって、うん、できないみたいな。ジャンプとか太陽とか言わしてさ、じゃ太陽やるみたいな。みんな信じないでしょ。絶対急にやってるとか。友人にさっき言わせようかな。声かけてくれたらやるかも。その前違う曲やる。はめられたらやばいね。Thank you.
疲れました。コーラス練習しないとね。何も決まってない。ありがとうございます。だけ。え、大田さん行けるって。あ、行けるはず。夜ですか。仕事中。一応僕月曜日予定ないから。大戸美香さん。ん？大戸美香さん。支給払いの大戸美香さん。そう。